いや初めてだ。はい、こんにちは。こんにちは。今日はなんか見慣れた画角だね。釣り企画、これは長い企画になるかもしれません。葵くん釣りの素人です。初心者というかもうやったことがないに等しいぐらいで、葵くんが茨城出身。そうです、茨城です。茨城出身で、せっかく北海道というで函館、海に囲まれた土地にいるので釣りを覚えてもらおうということで、葵くん60センチ以上釣れるまでこの企画終われません。はい、まあ、60センチ以上、魚種はこの北海道の函館だと限られてくるんですね。で、海に限ります。条件は海60センチ以上、ルアー釣り、餌は使いません。はい、この企画がいつ終われるかはあなた次第。はい、難しいか難しくないかもわからないレベルですからね。まあね、餌がついてていいのかダメなのかもわからない。釣りやってる人じゃないとまああまりわかんないかな。ちょオール60センチぐらい釣るためにはその前段階で練習もしなきゃいけないので、中古ですけどアブガルシア XRS、XRFS 1032、釣り詳しい人ならね、お多分いいチョイスだねっていう。もう値段も安いし、中古で、まあ、7000円しませんでした。定価がね1万2000円ぐらいだと思うんだ。うん、安い、すごい安い。で、予算もありますので、リール新品、ダイワレブロス 4000CH ですね。 4000CH、 まあこれもロックにしてはちょっと大きいけど、まあまあいいんじゃない。で、ショアチギもういけると。まあ、葵くんは何を言われてるか全く分かってないんだよね。ロックっていうのはロックフィッシュって言って、岩場だよね。岩場で釣れるような魚。あ、そのロックなんですか。そうそうそう。この辺で言えば、まあこっちで言うアブラコ、アイナメですね。アブラコ、アイナメ、ソイ、カジカとかその辺。で、ジギングって言ってるのはメタルジグっていう、仕掛け、餌じゃないや、疑似餌があって、それを使う釣りの仕方、ジギング、ジグの ING、 ジギング、まあ、ジグも後で見せるけど。で、フラットって言ってたのはヒラメ、マゴチってっていうのもある。フラットはまあマゴチ、ヒラメ、まあカレイとかもそうなんだけど、まあ、カレイはあんまりルアーに反応してこないんで、まあ釣れるけどね、釣れるけど、こっちはマゴチがいないので、北海道には生息してないので。そうなんです。津軽海峡を境に、あれなんつったっけ、なんとか線つってさ、生態系が全然違うんだよ。そう、津軽海峡を境にして、ちょっと後で調べるけど、なんとか線って言って生態系が変わってしまっ違うんで、日本、同じ日本でも、うん、だから北海道にしかいない魚もいるし、北海道にはいない魚もいる。本州の人だと、まあ、羨ましがるところでサクラマス、まあ、それも今回ターゲットですね。まあ、釣れる60センチ以上狙えるならサクラマス、ヒラメ、ブリ、この3つに限られてくると思う。鮭はやらない、うん、
規制とかこういろいろすごい厳しいんだよね酒の場合。でまああとはリールに巻く糸とあとちょろちょろっと今日俺自分のと新しく買ってきたリール、あリールじゃないや仕掛け、新しく買ってきた仕掛けと、はい、企画、新しい企画をやっていきます。まあそんな1週間に1回行けるかどうかみたいな感じなんですね今のところ。釣りっていうのを葵くんの仕事の事情と、まあ、天候の事情でということで、まずは企画発表でした。そしてまあ、ちょろっとリールに糸を巻くところまでやってみましょう。はい、巻いてください。教えてください。わかんないです。地肌が見えてきた。ほんと？あ、じゃあ巻き切っちゃおうか。こっちももうそろそろかな。よし、これで巻き終わりました。イエイ。で、したらこれにFG ノットで編み込みます。編み込む、大事に扱ってください。はい、大事な人は毎回この袋に入れて毎回このもしくは竿用のハードケースとかソフトケース買ったりとかする人に、うん、なんかあ、ダーツの確かにこれ、これだったら負けないじゃん。いやいや、その長さなんですよ。だこのぐらい長いものを投げる時にどういう手の動かし方をしなきゃいけない、しなきゃいけないかっていうのをね考えて、それをダーツに投げるときに当てはめてみたり、でもそれがあなんか自分には合わないなっていう、あれロケットですもんね。ロケット、なんかイメージはロケット、うん、レールに沿ってって、ロケットってレールに沿ってる？いや、沿ってないですけど、だから多分あれでしょ、ゼータガンダムのシャトルが宇宙に発射する時のレールでしょ。あ、そうそう、そんな感じそのシャアが乗っていた時の、はい、あ、シャアは垂直で飛んでたのか。シャアレールがあってこうシューって飛んでいく、うんうん、銀河鉄道みたいな、なんかレールがバーッとあってこうそれをクッと押していけばなんか、うんうん、飛んでいくイメージですね。芯抜き的な感じの人はね、想像はしやすいよね、そういうこういう線、うん、まあこれの行き先がこの先っぽに20あブルがあるとあってもいいよね別にね。そうだからこっからこれにシャアで、だからそれがそのカーテンレール、カーテンレールシャア理論。自分もイメージ的にそうですからね、ここから肩から、うん、手首全部こう合わせていくだけ、うんうん、そう、それのこれをどこに設定するかでだいぶ違うよね。手首に設定するか、はい、ダーツに設定するか、はい、それともダーツのこの下を通すのか、ダーツを通すのか、手首とかこれがここの人もいるだろうし、そう、それで大体は解決するんだよね。うん、斜めでも、そうそうそう、どの角度でもそれできますけど。まあ、あとはジャパンが始まったら、一応ジャパンの
レポートみたいのもしたいと思ってるし、これどういうこと見せる、水方向逆だったの、抜いて。ジャパンのレポートとかもしたいと思ってます。一応北海道の方はもう運営さんに言ってるんで、まあもう一回言ってとは言われてるんですけど、取材というか中での撮影 OK をもらえるようにはなってるんで、まあ中心はダーツです。ダーツ関係、単純に投げてるところ、ダーツの面白い企画、ジャーダーツのチャレンジ、ダーツ中心の動画になるとは、動画のアップにはなっていくとは思います。あとそのまあ登録者目指せ5000人企画続き、もう本当は4月5月やろうと思ってたんですけど、このコロナの影響であまり動画を上げるのを控えようとか、まあいろいろ忙しかったりできなかったので、まあ、できれば6月にもう一回やりたいですね。なんかプレゼント企画的なものをやりたいと思ってますので、どんどんチャンネル登録してください。今度またちょっとあんな回りくどいやり方じゃなくて別なやり方でやるかもしれないです。まあちょっと釣り、今後の釣りのどうするか、今後の葵くんの活躍にご期待ください。まあほぼほぼ雑談でした。それではまた次の動画で、ご視聴ありがとうございます。バイバイ、チャオチャオ。なんだっけ、あおいくんの第1回目です。第1回目、超高第1回目、まあ、頑張るぞ。おお。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。おすすめ動画はこちらになってます。見てね。いいんじゃない。